睨んできたから頭にきた。やることはやったので人生に悔いはない。間もなく出所する長富直也が逮捕時に発した言葉だ。わずか3歳という幼子の命を奪った凶悪犯が2024年に世に放たれる。これは警告、注意喚起である。事件は2016年東京都大田区のマンションで発生した。長富直也被告、当時に11歳は、同居相手の3歳の息子新井彩人ちゃんに対して暴行を加え命を奪った。東京地裁での裁判で判決は懲役8年という軽すぎる判決が下された。長富被告はしつけと称し、彩人ちゃんの頭をかかとで蹴り、こめかみを片手で強くつかむなどの暴行を加えた。ママ苦しい、そうつぶやいた彩人ちゃん。だが救助は呼ばれず、幼い命はそのまま消えた。長富直也と新井彩人ちゃんの母親は2015年夏 SNS を通じて知り合い同棲を始めた。しかしその関係は約20日で悲劇に終わった。しつけと称した暴行は以前から続いていたが、事件当日の夜は特に悲惨なものだった。2016年1月25日夜8時半ごろ、長富容疑者は3歳の彩人ちゃんに暴行を開始した。理由は夕食中に睨んでいた、説教中にテレビの方を向いたなどという言いがかりのようなものだった。暴行は1時間半にわたり執拗に行われた。あっち行け、死んでしまえ、お前が甘やかしているからだ。長富は正座させた彩人ちゃんを笑いながら脅した。暴行の内容は凄惨そのもので、殴る、蹴る、正座をさせてかかと落としをする、ボーリング玉に見立ててガラスケースに投げ飛ばす、信じられない暴行をニヤニヤと笑いながら行った。止めに入った母親も暴行を受け、彩人ちゃんへの暴力はエスカレートした。同日夜10時ごろ、彩人ちゃんが痙攣しか呼吸を起こし、ぐったりすると凶行は終わった。母親はパニックになったが、長富に、息をしているから大丈夫だ、だと言われ気を落ち着けた。ママ、苦しい。病院に行ったら、虐待がバレてお前も捕まる。1月26日夜、彩人ちゃんは38度の高熱を出し苦しみを訴え、水を与えても嘔吐や失禁をした。左耳からは血が流れていたという。母親は彩人ちゃんを病院に連れて行こうとしたが、長富に脅され断念してしまう。子供に熱があって反応がない。27日未明、暴行から丸1日以上が過ぎ、ようやく母親から119番通報が。彩人ちゃんはすでに心肺停止の状態で、搬送先の病院で死亡が確認された。死因は硬膜下血腫だった。遺体には顔、手足、臀部などほぼ全身に無数のあざがあり、耳は両方とも緑に変色、頭蓋骨や両眼底にも出血が確認された。1月25日に公園の滑り台から落ちて怪我をした。母親は長富の指示で虐待を隠すために救急隊へそう説明したという。遺体の状態から虐待を疑った医師が警察に通報して事件が発覚した。やることはやった、人生に悔いはない。1月28日、長富は逮捕された。警察による連行時、悪びれる様子もなく、終始スマートフォンをいじりながら悔いはないという発言を残した。長富容疑者は大森署から東京地検に送検された。マンションの部屋からは血のついた布団、ガーゼが見つかった。刃物も見つかっており、これは暴行時の脅しに使われたという。犯行日1ヶ月前の3歳事件審では、エイトちゃんの体にあざはなかったという。長富直也は暴力団住吉会の組員であった。空手と柔道の優勝経験者であり、身長195センチ、体重120キロと体格に恵まれていた。知人によると性格は粗暴なことで知られ、目が合った通行人に暴力を振るうこともあったという。止まるところがない。彩人ちゃんの母親と長富直也の関係は SNS がきっかけだった。1月8日に転がり込むように同居生活を開始した。しつけと称する虐待行為は18日から始まり、徐々にエスカレートしていった。それでも彩人ちゃんはパパ、パパと呼んでいた。自分が彩人を可愛がることに嫉妬しているように思えたと母親は話している。事件当日の25日に通園先の保育園での着替え時には体にあざなどはなく、突発的な犯行であったとされる。わずか3歳でこのような形で生涯を閉じることとなった被害者に同情の念を禁じ得ないと裁判長は言及した。法廷で弁護側は
食事の際の行儀のしつけであったと主張。裁判官は、女性宅に一時的に居候していたに過ぎず、そもそも被害者にしつけをしなければならない立場になかったと指摘した。被告は、同居相手が掃除をしないこととご飯を作らないことにイライラしていたと、イライラの権利を語り、あなたがイライラする立場にあるのかという検察官の質問に対し、あると思いますと返した。あやとちゃんの父親になる気はなく、複数の女性との関係もあった。犯行翌日の夜、交際相手の新井さんとは別の女性とも LINE でやり取りをしていた。この人とお互い好きだとかそういうやり取りをしていませんか？覚えていない。この人は誰なんですか？友達です。どういう関係？そこまでは言いたくないです。検察官によるアカウント名や内容の読み上げに、覚えていないで突き通した。自分は捕まる、出てくるまで待っててねと女性にメッセージを送っていた。同居相手だった女性とは別に2人の交際女性がいたことを明かした。検察側は懲役9年を求刑したが、被告は情状酌量を求め、被告人の知能が低いこと、生まれつきの資質、育った家庭などから今回の事件が起こってしまったとも述べた。判決は懲役8年が下された。そして2024年、判決通りであれば間もなく出所となる。私がシングルマザーなので、たくさんの人に支えられて育っていくと思う。礼儀を忘れない子になってほしいと思い、あやとと名付けた。あやとは私の支えで宝物だった。最後に、このような事件が二度と起こらないよう注意を喚起する。無実の子供が受けた苦しみ、その家族の悲しみを忘れてはならない。わずか3歳の幼子を無情にも手にかけ、目が合っただけでも通行人に暴力を振るったというこの男、街中で見かけても決して近づかぬよう気をつけていただきたい。